天皇杯は優勝しましたけど、1年を通してリーグを戦った実力を見せつけた、マリノスというのの実力は、素晴らしいものがあると思います。僕らは、チャレンジャーという気持ちで、しっかりぶつかっていきたいと思いますし、J リーグ開幕前の、大会として、ふさわしいような試合を、両者ともに見せれるように、自分たちも、マリノスに負けずに、自分たちのサッカーっていうのを貫いてやっていきたいなというふうに思います。まあ、昨シーズン、ビジャ選手がいて、多くの得点を取って、もらった中で得点力っていうところは少し、抜けた穴っていうのは不安がありますけど、ドゥグラス選手が入ってきてその穴っていうのは確実に埋めれるなっていう、自信を、キャンプを通して感じましたし、非常に、意欲的にチームの戦術を理解しようとしているので、まあ、沖縄キャンプを経て、個人的な感想としては非常に入ってきた選手が自分たちのやりたいことやろうとしていることっていうことを理解してプレーしているなっていう印象は受けています。明日は内容もすごい大事だと思うんですけど、やっぱりこういう試合で求められてくるのは結果だと思ってるので、結果だけ追い求めて、まあ、あとはマリノスとしてのマリノスらしいサッカーをして明日臨めればいいと思っています。まあ、去年優勝したとしても何もこう約束してくれるものはないというか、今年自分たちがどう戦うかそれにかかってくると思うし、何も守ってくれるものはないと思っているので、そこはみんな理解した上でトレーニングをできていると思うので、そういった部分は明日見せれればいいと思うし、こうチームの状態もすごいいいと思っています。